ツインターボ、ツインターボ、ツインターボチャージングは自動車のエンジンにおいてターボチャージャーを2機用いる下級機構成の故障である。低速域のトルク改善、ターボラグ改善並びに出力向上を両立させる手段の一つとして用いられる。なお、自動車技術会、日本、自動車技術ハンドブックにおいてシーケンシャルターボ、工術はツインターボに含まれていないが、 シーケンシャルツインターボとも呼ばれるため本校で扱う。低速トルク及びターボラグ改善には、小型のタービンが有効であるが、高回転域で速圧の上昇とバイパスする排気ガス量の増大によって、ポンピングロスの増加とタービン効率の低下が起こり、エンジン出力が低下してしまう。これを改善するため、小型のターボチャージャーを2つ設置するアイデアが生まれた。 レイアウトとしては、エンジンからの排気管を排気干渉が少なくなるように系統にまとめ、それぞれに小型のターボチャージャーを取り付ける。これにより、排気ガス流量が少ない低回転域では、排気干渉の減少から、シリンダー内のガス総機効率が向上する。また、同圧下級を積極的に利用し、タービン入力エネルギーを増大させられるのでた、便回転の立ち上がりが早くなる。 さらに、同一性能を発揮する一機のターボチャージャーに対し、小型のターボチャージャーを使用することで、回転体の完成モーメントを低減できるので、ターボラグが低減できる。三気筒ずつの排気を合流させると排気干渉が低減できる直列六気筒エンジンや、V 型、水平対向の六気筒エンジンのように、変バンクの排気タイミングが等間隔で、 排気干渉が少なくなるレイアウトの場に採用例が多い。W また16気筒のブガッテベイロンは4気のターボを搭載している。クワットターボが変バンク8気筒分の排気を4気筒ずつに分離してターボチャージャーへ導入しており、これも排気干渉低減を狙ったものである。なお、クロスプレーンタイプのクライクシャフトを使用する V8 エンジンの場合、 変バンクの排気をそのまままとめると排気が不等間隔でターボチャージャーに流入することになる。これを解消するには左右のバンクをまたいで排気系を取り回す必要があるが排気管が複雑になるなどデメリットが大きくなってしまうためやむなく変バンクずつ排気をまとめているものが多い。ところが BMW は s 十三バイト十四で排気ポートをバンク内側にするレイアウトとし、 さらに特殊な排気系を用いることで、それぞれのターボチャージャーに等間隔で排気ガスが流入するようにしている。S63 バイト44のベースで、バンクごとに排気をまとめている N63 バイト44に対して、ツインスクロールターボの採用なども、相まってトルクは約13%、600NM から 680NM に向上している。 日本車のガソリンエンジンにおいては、トヨタの 1GG2、日産の RB26 デッドなどの直列6、気筒エンジンや、日産の VG30 デッドや三菱の 6G7 に、6A12、6A13 などの V6 エンジンに採用されていたが、2002年の排出ガス規制強化で、ガソリンターボエンジンが激減した際に、ツインターボ搭載機種は消滅した。その後、 2007年に発売された日産 GT-R 用の V6 エンジン VR38 デッドにてツインターボエンジンが復活した。日本車のディーゼルエンジンにおいては、主に商用車のうち三菱不うと旧日産ディーゼルと日野においては、重量物運搬用トレーラーヘッドや観光バス、ダンプカーや除雪トラック等の特に高負荷な領域を集中的に使用する車型において低が行われていた。 また、トヨタでは、ランドクルーザー70と200の輸出使用者で、ツインターボの一部 EDFTV を採用している。日本国外の自動車メーカーにおいては6気筒以上のエンジンにツインターボが組み合わされる例が多数ある。エンジンの作動状態によって2つのターボチャージャーを使い分けるのが、シーケンシャルターボである。前述のツインターボと同様に2機のターボチャージャーを使用するため、 シーケンシャルツインターボとも呼ばれる。シーケンシャルターボは直列タイプと並列タイプの2種類に分けられる。直列タイプでは小型のターボチャージャー、小型ターボと大型のターボチャージャー、大型ターボを直列につなげて使用する。排気側はエンジン、小型ターボ、大型ターボの順に直列につながっており、小型ターボをバイパスする経路が設置される。吸気側のレイアウトは、 大型ターボ、小型ターボ、エンジンの順に直列につながり、排気側と同様に小型ターボをバイパスする経路がある。エンジン回転数が低く排気ガス流量が少ない領域では、全排気ガスを小型ターボへ集中させて、ターボラグを少なくし、低速トルクを確保する。エンジン回転数が上昇し、排気ガス量が増加してきたところで徐々にバイパスバルブを開き、 小型ターボをバイパスさせて、大型ターボへ排気ガスを導入する。バイパスバルブが開くに従い、小型ターボのタービン前後圧力差は小さくなるため、以降の下級は、大型ターボのみが受け持つ。なお、この時小型ターボのコンプレッサーが抵抗になるため、吸気側のバイパスバルブを開き小型ターボは、吸気側でもバイパスされる。並列タイプは一つ目のターボチャージャー。 プライマリーターボと二つ目のターボチャージャー、セカンダリーターボが並列に設置される。排気側ではどちらか片方のターボにウエストゲートが設置され、セカンダリーターボ上流には排気ガス導入を制御する切り替えバルブが設置される。吸気側ではセカンダリーターボにコンプレッサーを通過した吸気を再循環させるリリーフバルブがあり、 プライマリーターボ側の吸気管との接合前に切り替え、バルブが設置される。エンジンの低回転領域では、直列タイプと同様に、全排気ガスをプライマリーターボに導き下級圧を得るが、中高速域では、急排気の切り替え、バルブを開き、プライマリー、セカンダリーの2つのターボで下級を行う。 どちらのタイプもエンジンの作動状態に合わせて2つのターボチャージャーの作動状態を切り替える必要があるため、電子制御が必須になっている。また、切り替え時にトルクの段差が生じやすいため、この制御が課題になっている。乗用車用ガソリンエンジンへのシーケンシャルターボ適用は1987年のポルシェ959が初であるとされる。 日本車では1990年のユーノスコス模様を20バイトルー、13バイトルーが初である。後に、トヨタスープラなどの 2JZ GTE や、2代目、スバル、レガシーの EJ20 でも採用された。なお、トヨタは、ニューエツインターボ、富士重工業は、ニステージターボと呼んでいた。とに、ポルシェは、シーケンシャルターボの採用をやめ、 997型911から可変容量ターボの一種である VG ターボを変バンクに一気ずつ使用したツインターボで低速トルク及びターボラグの改善と出力向上を得ている。日本車においては2002年の排出ガス規制強化により松田はロータリーエンジンへのターボチャージャー負荷をやめ富士重工業は4代目レガシーから低回転時のトルクを向上できる。 ツインスクロールターボ、ツインエントリーターボに切り替え、ターボチャージャーの数は1機のみになっている。ガソリンエンジンにおける、シーケンシャルターボの採用は少なくなっているが、ディーゼルエンジンでは、BMW が、バリアブルツインターボと呼ぶ直列タイプを N47、D20T0 に採用し、メルセデスの OM651 も、直列タイプであるボルグアーナーの R2S。 レギュレーテッドにステージターボチャージングを採用。フィアットも1.9マルチジェットツインターボに直列タイプの TST2 ステージターボを、ヒュンダイも直列4気筒の U2.7 及び R2.2 に直列タイプの2ステージターボを採用しており、国内メーカーでは、イスズがエルフにおいて 4JJ1 エンジンに、フォワードやエルガミオにおいて 4HK1、 t c において2ステージターボを採用している。また、マツダはスカイアクティブ D2 にと称して圧縮比を14程度まで低減した排気量 2.2L のディーゼルエンジン2にステージターボを採用し、初採用者となった CX-5 以降の設定のある車両に搭載している。シーケンシャルターボシステムの理解を深めるため、1990年に 発売されたユーノスコスモの20バイトルー、13バイトルーに搭載された並列タイプのシーケンシャルターボの動作を例として挙げる。このシステムの特徴は、セカンダリーターボの下級圧立ち上がりをスムーズにする予回転方式が採用されたことにある。また、プライマリーターボには低速レスポンス重視のインパクトタービブレードを、セカンダリーターボには交流量時に通気抵抗の 小さいハイフロー型をそれぞれ採用している。レイアウトはほぼ前述の並列タイプの通りで、セカンダリーターボへの排気導入部に設置される切り替え、バルブが代償二つになっており、それぞれマツダはターボメインコントロールバルブ、ターボプリコントロールバルブと名付けている。また同様に、セカンダリーターボ吸気側のリリーフバルブは、下級リリーフバルブ、プライマリー、 セカンダリーの吸気合流部の切り替えバルブは、下級コントロールバルブと呼んでいる。まず、エンジン回転数が低い領域では、すべてのバルブが閉じられており、排気ガスは、プライマリーターボに集中して流れ、エンジンの低速トルクを増強する。プライマリーターボが、設定下級圧に到達した後、ターボプリコントロールバルブを開き、セカンダリーターボを、約8万 rpm に保つ。 この時、下級コントロールバルブは閉じているため、セカンダリーターボの下級圧はエンジンには加わらない。このままだとサージングにより、コンプレッサーが破損してしまうため、下級リリーフバルブを開くことで、コンプレッサー内を一定の圧力に保ち、サージングが起きないようにしている。この状態では、プライマリーターボのみの作動から2つのターボでの並列下級に切り替えるは、 セカンダリーターボの回転数が足りないため、並列下級への移行直前に、下級リリーフバルブを閉じて、短時間の間サージング状態に陥ること許容した、上で、セカンダリーターボの回転を 12rpm 程度まで加速させる。その後、ターボメインコントロールバルブと下級コントロールバルブを開き、プライマリーターボにセカンダリーターボの下級を加えた、中高速域の下級モードへ、 スムーズ移行する。なお直列タイプの場合、制御バルブは小型ターボの9排気バイパスバルブの2つだけなので、制御は並列タイプよりも単純になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。